いや、とうとうね、春季のアニメがスタートしましたね。いやーね、今回アニメ結構、ラブコメ要素のね、アニメが結構多い。それはそれでね、嫌いではない。というわけで今回ベイブレードやっていくんですけども、今回使うスタジアムはこちらではございません。こちらを使っていきたいと思います。バーストベイスタジアム。めっちゃ懐かしいですね。僕の動画ね、まあ、最初ら辺から見てる方はご存知なはずです。もともとこのスタジアムを使ってました。で、まあ、もう今使うことがなくなってるので、なんかできないかな、捨てるのもったいないなって思った時に、こいつが目覚めました。今ね、下にバルキリー、ゴトバルキリーいるんですけども、立ってますよね。これ実は、ついてます。もうちょっとで、まあ、10月21日に無限ベイスタジアムが出るということで、無限ベイスタジアムではなく、無敵ベイスタジアムがね、なんか作れたんですよ。とりあえずね、今回は、無限ベイスタジアムをね、作ろうとして失敗して、このできた無敵ベイスタジアムの作り方っていうのを、今から言おうと思います。まずはね、この、いらない、使わなくなったスタジアム、まあ、僕はね、まあ、バーストスタジアム使ってるんですけども、別にいらないスタジアム、まあ、このスタンダードのね、いらなくなったスタジアムでも別に構わないんですけども、まあ、とりあえず使わなくなったやつを用意してください。そして次、こちら、リボルブドライバー。このね、お皿のついてる特徴の、まあ、ライジングラグナルクに入ってたパーツですね。まあ、最近でもライジングラグナルクは手に入らないか。まあ、3-on-3 バトルブースターセットの、ガーディアンケルベースヘビーリボルブのリボルブを使います。まあ、でもリボルブ、この、皿取ります。するとこの軸先が、これもしかしたら折れるかもしれないです。なんで、まあ、ほぼほぼ使わなくなったリボルブドライバーを絶対使用してください。もう壊れたらもうそれは自己責任でお願いします。で、まあ、とりあえずね、この真ん中に穴を開けます。で、このお皿を、この裏側のこの穴、どこだ?これか。この穴、あるじゃないですか。ここんとこ押さえて、で、このリボルブドライバー本体を上から差し込み、ガードパーツもちゃんとドライバー本体に付け込んで、はい、この通り固定しました。で、あとは、無敵化させたいベイをつけるだけ。ディスクも別に何でも構いません。ディスクでレイヤーっていう。で、ディスクを押さえながらレイヤー回して完成。無敵ベイスタジアム。じゃあね、ちょっと回していきましょうか。まずはね、このスプリガン。ロック壊れてるけどね。ゴーシュ!いや、懐かしいね、このスタジアム。取れたな。これ、穴はまるんですよね。もうちょっときつくしよう。多分、きつくなったはずです。多分。いや、どうだろう。きつくなったかな?わかんないけど。おお、連打。浮いて、ドン。おお。おお、無敵だ。ビクトリー・ヴァルキリー。おお、取れた。やっぱ強いな、こいつ。じゃあちょっと、もう一回回そう。なんだろう、急激に攻撃されると結構取れやすいな。ブラストジニウス。無敵ブラストジニウス。いや、これいいんじゃない?だって、これサイクロンウォール上げたままだとほぼ当たらないよ、これ。特にシングルレイヤーとかデュアルレイヤー。多分ゴッドレイヤー以外多分ほぼ当たらないと思う。待って、サイクロンウォール戻った。しかも、やられたじゃん。早いな、おい。待って、振動でね、このサイクロンウォール勝手にね、戻っちゃうんだよね。はい、今浮いてますね。見たらわかるけど。
ほら、サイクロンウォール戻っちゃうんだよ。お、サイクロンウォール発動。おー、なんか、うん、なんだろう。ワイルドワイバーン。おおおおおおお。受け流し方半端じゃねえ。アルタークロノス。おい。無敵アルタークロノス。これ強いんじゃないか。分厚いでしょ、だってレイヤーが。ほら、ほぼ無敵じゃねえか。あ、やられた。無敵ワイルドワイバーン。フライスサタン。ほら、あんま抵抗起きてないよ。おー、サタンに勝った。ビクトリーバーキー。早え。浮いて、アタック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 、あー、倒れた。おー。マジですか。ゴッドバルキリー、ワンスターバリアブル。いや、一発ー。最後は、新旧バルキリー対決。おー、回った、おー。さあ、ラストバトル。浮いて、アタック。もうちょっと強くいこう。もうちょっと強く。さあ、これが本当に最後です。ゴーッシュ!浮いて、アタック!さあ、連打、連打、連打。うい、うい、おーっと、これは、あ、倒れたな。すげえ。もしね、いらないリボルブドライバー、いらないスタジアムがあれば、これ、ちょっと作ってみてください。というわけで、スマッシュ TV でした。バイバイ。さてさて、普通にバトルやればどうなるのか。あー、待って、ジニウス落ちないで。穴にはまるんだね。あ、ゴッドレイヤーでこのスタジアムってまず初めてだよな、マースロン。あ、初めてだな、だってだいぶだって今年になってから一回も使ってないでしょ。はい、ジニスアウト。おお、何今のバルキリー。リブートドライバーってハマるんだね。ハマるな。いや、待って、ジニスのガードドライバーも面白いけど、ゴッドバルキリーのリブートドライバーも面白い。さっきの見たいな。入れ。おお、すげえ。穴に入ってからリブート。すげえ。なんか面白い。おお。おお、リブート。面白い。え、なにこれ。面白。バルキリーの軌道半端じゃねえな。
面白えな、こいつの軌道。え、バルキリーって、ゴッドバルキリーってこんな面白い軌道するやつだったっけ？オービットハマるかな？入って、入って。いや、かわさないで。いや、入って。いや、全然入ってくんない。まず、あ、入らないか。あ、立つっちゃ立つな。むずいな。おお、あの、無限ベイスタジアムの真ん中に当たった時の動き方してるな。まあ面白いな、なんか無敵ベイスタジアムよりは面白い。ほら無限ベイスタジアム、おお、これバーストしたら完璧だ。これバーストしたら完璧だ。バーストしたら面白かった、完璧だったのに。何今の、完全に無限ベイスタジアムじゃん。いやー、さっきの技でバーストさせたい。しかし、ワイバンがすげー邪魔してくる。はい、リブート始まったー。じゃあもうそろそろラストにしよう。もうそろそろ。じゃあ、おーい、フィニッシュ。また暇な時にあげよう。終わりー。